ください。皆さん、ミリオのチノスの久々にイベント出たんで、よかったら皆さんチノス、ありがとうございます、ありがとうございます。あと今日笑えないんで、笑うと縫い目がね取れちゃうんで、笑うことはできないです。ありがとうございます。無料のね、久々にイベント出たんでね、どうせ釣りって何、私マジで配信つけようと思ったの、あまりにも痛くて、そんなことできない、もう速攻寝て、昨日手術で寝て、ありがとう匿名さん。整形っていうのは2日目から腫れ、目はあんま変わってないんだよね、なんかほら目まで腫れてくるじゃん。昨日整形しました。失敗したかもしれない、本当に今剣ナオコ状態、ツバニャンの時と全然、多分ツバニャンは大掛かりだったんじゃない、私そんな大掛かりじゃないのかも。今本当に剣ナオコで恥ずかしくて見せれない、マジで恥ずかしいよ、本当に恥ずかしい、いやこれガチでって、あ、本当に剣ナオコになってんの今。なんかこうやって鼻の穴をなんかやるやつあるじゃん、機械で、今そんなこと起きてるわけ、こんなかこうなってんの、マジ恥ずかしくて。ありがとうありがとう匿名さん、そもそもやる必要なかったのに、あ、ありがとう。やったらやったでやる必要なかったって言われるし、やらなかったら鼻フックって言われるじゃん。だから鼻フックってね、ネットで書いてたやつらは、私がこうやって現にさ整形したわけでしょ、重みを感じな、たかがネットされどネットなんだよ、それでほんと死んじゃうやつもいるんだからね、重みを感じた方がいいよ。まあ別に眉はいいけど、先生これ麦茶ね、麦茶やばいでしょやばいでしょ、手術した日にさ酒飲んでたらやばくない、私 AF ちゃんじゃないから、だから笑っちゃダメなの、笑っちゃダメ絶対やらなくてよかった、やらなくてもやったらやったやらなくてさ言うくせに。皆さん今激アツ、えべ激アツイベント盛り上がってますよ。あ、ハート花火ありがとう、シナ様ありがとうございます、シナ様ありがとうございます、ありがとう。よかったらイベントも応援してください。久々にイベント出たんです、エイプリルフールの嘘、あ、ありがとう、これなんて読むんだこのお城ごこ、ありがとう、あ、ありがとうございます、応援してくれて嬉しい。いや失敗したかもしれないよ、例えばだから見したくないんだっつってんの、ラブだよ、ありがとう。ユンちゃん、ユンちゃん参考ありがとう、よかったら誰か倍出してください、あ、2個ありがとう。ユンちゃん、ユンちゃんありがとう、チュラスもみんなありがとうございます、チュラスも今誰にもらってるのか実は全部見てる、遠隔でね全部見てるから、全部見てる、おかえりただいま、ありがとうございます皆さんね、みんな全部見てるから、あ、10倍ありがとう、イケメンから全部見てる、ありがとう、あ、倍出ないけどありがとう、ありがとう匿名さん、ありがとう、ゆんちゃんもありがとう、参考ありがとう、ゆんちゃん2個ありがとう、やってないだろって、やったんだって、マジで紫色になってない、本当にやったんだけど、私これでやってなかったらさこんな嘘つく、
メリットあるやったんだって、マジだって。ちょっとあーファンタスティックファンタスティック5倍来た、やべー。たーと匿名さんありがとうございます。匿名さん5倍来た。まゆちゃんお帰り、今帰りました、ありがとうございます。うわー、女社長から来た、女社長から、女社長から女性社長から来ましたけども、一気に5位になった。うわ持ってるわ、いきなり5位になっちゃったんだけど、私持ってるかもしれん、てかその匿名さんが、すごい、ありがとうございます。すごくない？いや見えた今、女性社長から、ありがとうございます、嬉しい。いや頑張った、マジで頑張った、成功しますように、ありがとう。あ、ありがとうね。ちょっと音楽つけよう。でちなみに、あの場所は言いません、どこでやったか言わない、なんでかってもう訴えられたくないからね。かわいいまゆちゃんありがとう、おぺちゃんありがとう、ごおぺんちゃん5個ありがとう。びっくり、鼻が出るところだったね。あ、ありがとう、鼻汁出るとこだった、ね、音楽ダメになった、嘘つけよ。じゃあアムチン生きてんの、アムチン息してる、なわけないじゃん、それ前も言ってたけど、アムチンふわっちしてるでしょ。あ、10個ありがとう匿名さん、あ、ありがとう匿名さん、あ、5倍もありがとう、ありがとうございます、ありがとう、あ、ありがとう男性のカーター、ありがとう、あ、ありがとう、ありがとうございます。あのちょっとね、音楽マジなの。え、じゃあみんなどうしてんの、アムチン許可取ってるってどこに許可取ればいいの、じゃあ無音でやんの、マジで言ってんの、本当のこと言ってよ。フリー音源ってなんだろう、フリー音源って何、クラシックでも書けとけな、マジで言ってんの。マユといえばさ、ママムとかトゥワイスなんだけど、嘘でしょ、本当に言ってんの。どうしても笑ってしまう、ありがとう、ごめんさん、あ、なんで喋り方かな、ありがとう参加ありがとね。オルゴールはいいんじゃない多分。いやなんか来てたんだよ、あなたは同意しますかみたいな。うん、てかさ、ねね、私この前斉藤さんやったの、これなんかちょっと注意来てんじゃないのって思ったけど、何も来てなかった。だから斉藤さんはありなんだね。この前斉藤さんやったの。後で見ます。後で見ますね。いや出会い求めてない、普通におしゃべりしただけだから出会いもクソもないじゃん。見せますね。じゃあもうご飯食べたいし、なんか総理がご飯作ってくれたんだ。でもご飯、これなんだろう、これなんかチゲ作ってくれたから食べたいし、外していいかな、もう外していい。ありがとう新入会さん、あ、4位になった、ありがとう新入会さん、いいか、ありがとう。外していいかな、バンになるのかな、本当に ブスだよ、言っとくけど、あ怖い、本当に健なお子だからね、本当だよ本当にやだ、で笑えないしさ、ありがとう。
がとう。よかったね。ちなみに、のりで陣中もやってきた。この軟骨をここに陣中もやったんですよ、のりで。そしたらこんなに、だから飲めないの。こうやって切ったら鼻フックみたいな、鼻フックみたいじゃない、ほんとにバンになるわけないじゃん。ブサイクでバンってことね。え、大丈夫かな。ここあれがか、いや昨日本当に痛すぎて昨日配信できなかった。ごこありがとう、とくめさん。うん、ありがとう。さくらもちありがとう。よかったらイベント応援してください。でもどうする、さくらもちありがとう。めちゃめちゃ可愛くなったらどうすんの。あのね、昨日はめちゃくちゃ鼻が痛くて、私もうオペ中に、てかもう無理って言ったの。もう無理だからこんなことやってらんないしって先生と喧嘩して、いやでももうで、ね、4時半にあのオペ室で、私1時間ぐらい、ま、寝かせられて、1時間なんかこのなんか固定されたの、ずっと固定されて、足もで1時間ももう脅迫、脅されてるっていうか。でこれでね、局所麻酔だからもう私、ね、寝る麻酔するからって言ったの。そしたら、いや無理って言われたの。いやお金払うって言ってるよねって、お金払うんだから局所麻酔じゃなくて寝る麻酔させてって言ったら、いや無理だし、なんかじゃあそのお金でなんかお洋服買ったりとかした方がいいと思うよとか言って、え、なんで私が払うって言ってんのに寝かせてくれないのって。で3時間も手術するのを私黙って見てないといけないわけって言ったら、先生がだってもともと寝る麻酔予約してないじゃんって言われたの。でも女って気持ちの移り変わり激しい生き物だし、前はいいやって思ったけど今はしたいんだから、それを拒む必要ある？